外国のような気がする。間もなく着陸します。寒いところと暑いところには田んぼがないんだね。あ、雨が降ってる。やっぱり雨じゃん。皆様、この飛行機は新千歳に到着しました。新石垣空港に着陸いたしました。ブルース教会が消えるまで終電と。蒸し暑い。ああ、蒸し暑い。蒸し蒸ししてる。あ、ここだ。多分上野さんは買ったらチケット帰りのチケットをなくしちゃうからいいですよね。多分台南市の北ぐらいを通ってるんですけど、ほぼ北海岸線に近いところですからね。台北よりも南じゃなかったですか。はい、まもなく離島ターミナルに到着します。念のために忘れ物がないかどうか確認してください。今日はパリ観光バスをご利用いただきましてありがとうございました。はい、今石垣市の中心近くにあります離島ターミナルに到着しました。これからこのバニラデリというですね、店でハンバーガーを食べたいと思います。石垣牛のハンバーガー。はい、はい、石垣牛のモッツァレラチーズバーガーが来ました。なんか圧縮したらいいって書いてあったね、そこに。いいって、本物の石垣牛かな。1480円。うわー、美味しそう。すごいすごい。これどうやって食べたらいい？これが石垣牛か。あ、うまっ。めちゃめちゃ美味しい。美味しいよ。
っちの柏崎の方がまだ綺麗ですよね。そんな。なんかいまいちな。遠いじゃん。はい、観音崎近くにある東神墓というお墓に来ております。ここは東神というのは中国人の、お墓らしいんですけど、イモリ牧場の自家製ジェラートミル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 本舗の景色がいいところに来ました。だからほら、これ500メートルの山、一番高くて500メートルの山がこんな隠れちゃうんですから。はい、小高い丘の上にあるみるみる本舗というなんかジェラートが有名なところに来まして、今ドラゴンフルーツと島バナナというジェラートのミックスを食べてます。そして景色がすごくいいです。これがハイビスカスですか。あ、そこ切っただけ。ホタル街道というこの奥の方の林の中の道なんですけど、これからですね、今も夕方で日が落ちかけてるんですけど、暗くなってくるとホタルが現れるらしいです。今4月の19日なんですけど、今日はただこの時期でもホタルが出るということで、この奥に行ってですね、暗くなるのを待ちたいと思います。まだ明るいですね。多分日没になってもしばらくは明るいから明るい、お、遊歩道になってる。本当ね、これホタルを見るために遊歩道になってる。増えた、さっきよりこの辺。ランマイじゃなくて、何でしょうか。